森正明さんで5分でゼロからテストサイトまでを立ち上げます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゼロからですね、フォルダを作るところから始めて5分間でちょっと、まあ、ファイルのサービスを使ってデモサイトを立ち上げたいと思います。自己紹介一応ここまでです。あんまり喋ると時間がかかっちゃうのでこのぐらいにしてですね次に行きたいと思います。で今日の5分で何をするかというと、今言ったみたいにゼロから、テストサイトを立ち上げて皆さんに見せしたいと思います。で立ち上げるだけだと1分で終わっちゃうんですね。1分で終わっちゃうんで、もう少し長く作る。でさっき森田さんの方からブートストラップとかの紹介があったんですけど、それを使ってちょっとまあありがちなツーカラムのやつをですね、作っていきたいと思います。で種明かしは終わってからやりますので、こちらでちょっと真剣に真顔でやります一応何をやってるか分かんなくなると思うので、できるだけ喋るようにするんですけど、ブツブツなんか独り言のように聞こえるかもしれません。この辺ちょっとご了承ください。では早速始めていきたいと思います。で自分で何やってるか分かんないと困るので、ちょっとストップウォッチをここにします。じゃあ行きます。はい、じゃあフォルダを作りますね。で今ここからです。ここからです。でここにちょっとターミナルを使ってですね、まず何をするかというと、サブウェブビーツを立ち上げていきましょう。はい、今空の状態です。空の状態で、ここでですね、アープと CSS ナイトコマンドを打ちました。でこれで何をしているかというと、ハープのデモファイル、スタティックサイトジェネレーターというのを今回使っているんですけど、こちらのデモファイルを今手元に用意した状態です。でちょっとですね、エディターの初期設定みたいなのをコピーさせてください。でじゃあ始めていきましょう。で、CSS ナイトに作ったディレクトリに移動しまして、先ほど紹介になった Bootstrap とかその辺のですね、フレームワークを今ダウンロードしました。で、JS とかその辺はですね、一回コピーします。せっかくなんでフォントも上に上げちゃいましょうかね。でこの状態でサーバーを起動します。そうするとローカルホストの9000番にというハープのデモサイトが出ちゃいます。で、今日リアルタイムに変更しながら皆さんの手元でも見ていただけるんですけど、それやると負荷がかかってですね、僕の作業が全く進まないという緊急地震になってます。そのまま出てきちゃいました。じゃあですね、ブートストラップを一回ちょっと読み込みます。そこを見せるの忘れてました。すみません。まあ、ベラベラ喋ってるとですね、全然終わらないっていう。で、レス、さっき森田さんの方の紹介があったんですけど、ここでレスを入れておきます。でちょっといらない部分を削除して、チラ見せしますと、ブートストラップのレス、こうやってあるので、こいつらを変更するんですね。左側にあるやつ。そうすると、設定が、設定というかスタイルが変わります。で、今回ですね、ハープっていうスタティックサイトジェネレーターはいろんなテンプレートエンジンと CSS プリプロセッサーが使われます。なので、なんか特別な準備はいらないです。この後タスクランナーとかビルドツールの説明あると思うんですけど、そういうのも一切準備はいらないです。で、あと、変数とか JavaScript とかが直接中に書けるので、今ここで、グローバルっていう値を作って、そこにですね、タイトルっていうのを入れていきます。で、今日 CSS ナイトなので、一応 CSS ナイト、UP39 ですね。はい、入れました。閉じますね。ここの部分が、ここの部分が変数が入ります。で、5分間なので、ちょっと横着をさせていただいて、ちょっとスニペットを使ってですね、作業を簡略化していきます。で、HTML テンプレートのジェールは、ものすごくですね、インデントのタブと半角スペースをものすごく厳密に判定するので、タブならタブ、半角スペースなら半角スペースっていう形でちゃんと
見分けといてあげないと、決めてやってあげないとダメです。で今 JS を、JQuery を、JQuery を読み込んで、ちょっとコピーして、で、Bootstrap の JS を読み込みます。で、ダミー画像を入れる、Folder.js っていうのをちょっと入れたので、ついでに入れてみます。で、ナビゲーションの部分ですね。ここをちょっとですね、今ちょっとコピーをしたいんですけど、今日、いつもの感じと違うので、コピーをして、で、もうですね、やっぱりタブが非常にシビアに影響するので、こちらも間違いがないように。で、これでサイトの方を見るとどうなっているかというと、こうなってます。で、テストサイトに入れちゃうんで、URL をちょっと出しますね。今、時間大丈夫ですかね。なんか、ストップウォッチ上げたんですけど、時間の部分消えてるんですよね。で、ここでちょっとテンプレートをですね、いっぱいさらにして、じゃあ、ここからブートストラップの、コードを書いていきます。で、JS 使ってるんで、かなり簡素化して今書いてます。で、さっき話にあったパラメータコンプラスのところもちょっと修正をして、で、よいしょ。これですね、8と4足して12ですね。で、これで、12からの書いていくと。で、あと、これ、マークダウンとかもそういうのが、そのまま読み込めますので、マークダウンのテキストを読み込む設定をします。で、アンダーバーって言うと最終的にファイルが生成されないので、そこにサイドバーで、マークダウンのテキストを読みます。ちょっとダミーですいません。で、入れました。で、これちょっと複製して、アバウトページにする。じゃあ、マークダウンをちょっと書いてみましょう。ここでもですね、点数とか、そういうのがそのまま使えますので、ハローの CSS ナイトというのが出るようにしておきましょう。で、ちょっとダミーテキストで、マークダウンはよく学習コストが高いとか言われるんですけど、実はそんなことなくって、マークダウンの中に直接 HTML を書いて変換するとかっていうのもエンジンによってはできます。で、ちょっとテーブルっぽいのでいきましょうね。で、ここは、ハープの機能ではなくて、サブライムテキストの機能を使って、ダミーのテキストを入れていきます。会社名と名前を入れます。で、ここでファンファンですね。で、ちっちゃいエンジンでしょうか。で、これ、ダミーのテキストで5個作ります。そうすると、今5個入りました。じゃあ、ブラウザで見てみましょう。こんな感じになりました。できました。アバウトページに書きます。からです。アバウトページ、今、森田さんの方からあったんですけど、来るのは、ジャクトとライトっていうのがあったと思うんですよね。で、それをですね、入れると、ちょっとごめんなさい、また横着しますね。そのままちょっと HTML 書いちゃいます。で、ここに、プルのライトってやってみると、メインプラグの方が逆にあります。HTML の順番そのままで、カラムのところでシャキッと書いてると書いてあります。で、これでちょっと一通りできたので、一回サーバーを止めまして、そうすると多分時間だと思うので、で、ここで、ハープは一回静的なファイルを作ります。コンパイルすると、よいしょ、www っていうフォルダーができて、そこに書き出されます。ここですね。で、じゃあこれをこのままライブのサーバーに上げていきます。で、リプショットっていうサイトを使います。で、初期化します。で、lp39 にしましょう。で、ディレクトリーは www です。ウィン URL をイエスにします。エアページは404。
ので、いいと思います。です。あ、もう一回行きますね。下になっちゃったので上になりますね。リブショットで、これで、デプロイ、デプロイで、これで、まあ、サイトが勝手にリモートのサイトが今できてですね、ちょうど10分かかっちゃいましたね、すいません。で、これでサイトが出来上がると。で、これだけリモートでも見ることということで、今日使ったものなんですけど、ノード JS が必要なんで、ノード JS が入ってきたんで、スタティックサイトジェネレーターで、今回のハープってやつを使いました。で、中で JD の HTML テンプレートと、あと、マークダウンと、あと、Bootstrap のレッスンを使って、ライブのサーバーは、プラットフォームアザーサービス、パースって呼ばれている部類のサービスで、リブショットっていうのを使ってます。で、今日こちらで、終わりなんですけれども、今日この後はピクセルグリッドさんからタスクランナーというかビルドツールのお話とかもあるんですけど、大体のコマンドラインの道具を使って、まあ、ブリプロセッサーもそうですし、今みたいなラップアップをサイトに上げたりとかっていうのも、コマンドラインを使って簡単にできるようになってます。で、その辺をですね、ちょっと数百ページにわたってまとめた新しい電子書籍を出しておりまして、会場限定で39回なんで、あと、いつもお世話になってるんで、3級割ということでですね、61% の価格で、こちらの URL にアクセスしていただけると、お安くお買い求めできますので、この機会にぜひよろしくお願いいたします。ということで、今日はありがとうございました。はい。地震は来るわ、外戦車は来るわ。賑やかなセッションでしたね。そうですね。はい。地震関連なんかね、警報かなと思ったらただの外線車だったんです。そうですね。コモ、はい、さん、はい、今ハープというスタティックサイトジェネレーターということだったんですけれども、はい、CMS とスタティックサイトジェネレーターどう違うっていうふうに見ていけばいいでしょうか。そうですね、CMS は、まあ、プログラムがベースで、まあ、サーバーの中に入れてあげて動かすっていうのが主な使い道だと思うんですけれども、スタティックサイトジェネレーターはでプログラムが一切必要がない、データベースが必要がないようなもので、まあ今みたいに JSON とかから引っ張ってくることができるので、例えばコメントの機能がいらないとか、そういう性的なサイトで数ページか数十ページぐらいの規模のサイトだったら、まあ問題ないと思う。しかもテーマというか、その見た目のテンプレートを HTML と CSS だけで書けるので、簡単かなと思いますね。あ、なるほどね。今こう適当なダミーでしたけど、それを入れた場合にまたそこを入れて構築し直すみたいな形。そうですね。はい、ノーバブルタイプで再構築しているようなイメージですね。あ、そのイメージ。で、変数とかそういう条件分岐も一応できるので、この時はこのコンテンツを、この時はこのコンテンツを出すみたいなことができます。はい。さて、サイトジェネレーターは GUI ベースでは使えないんですか。 GUI ベースはですね、Mixture っていうアプリケーション、Mixture.io っていうドメインで、公開されている Mixture が一応スタティックサイトジェネレーターに近い感じで作れます。で、こちらは OS10 とあと Windows 対応で、前優勝だったんですけど、今無償になってます。はい、じゃあもうちょっと待ってるとコマンドライン叩かなくても。そうですね、いくつか、はい、OS10 に限定するとコードキットとかカクタスとかっていうアプリケーションも一応スタティックサイトジェネレーターとかは作れます。うーん、今後出るかどうかちょっと分かんないですね。一回優勝のものがタダになって、はい、来てるような感じなので、出るのかじゃないのかちょっと今のところは分からないです。なるほど。最後のちょっとご紹介いただいた環境構築の本というのは、はい、
もうちょっと説明してください。どういう内容なんですか？今日会場にいらっしゃる方、多くの方って構造革命の、メインなお仕事をされていると思うんですけど、なかなかその今日お話があったように、いろいろやることが増えてきているっていうのがあると、あと、今後あとピクセルグリッドさんが紹介される内容なんていうのも、やっぱりコマンドラインがどうしても必要で、それをやっぱり基礎から皆さんわからないで、こういうセミナーでこう情報を仕入れて使い始めたけど、その後どうしていいんだろうとか、ある特定の段階できっとつまずくだろうと思って、でそこをですね、もうちょっとフォローアップできたらなということで、環境構築に、フォーカスして作りました。なるほど。今一章だけちょっとちゃんと読んだんですけど、CD とかからね、書いてあるので、ね、ターミナルのチェーンのテレコの具体的な方から書いてあるので、そっか、これこういうことだったんだみたいな感じでね、読める感じですよね。それが3、9割。3、9割。39% オフなんで、だいたい2800円ぐらいになります。はい。で、さらに、5冊分。はい、5冊分のプレゼントがあるので。ということで、小森さんから5冊分いただいたので、これダウンロードすればいいですよね。そうですね。そこに、名刺の裏に今、URL が書いてるんで、そちらにアクセスしていただいて、ただで、はい、じゃあちょっとじゃんけんいこうと思います。5名分ということで言いましょう。何かあったから話していきましょう。はい、よろしかったら手を挙げてください。いきますよ、あいこじゃんけんです。じゃんけんぽい、パーの方。はい、じゃんけんぽい、もう一回パーの方。お、1,2,3,4、 いいですね。で、今の1,2,3,4名の方で、次の休憩時に取り切っていただければと思います。休憩時お待ちしています。はい、こちら名刺サイドも差し上げます。はい、ということで、じゃあ小森さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。